はいどうも、しげちです。地球防衛軍4、2回目やっていきたいと思います。今回はですね、エアレーダーについてちょっと触れていきたいと思います。ミッションモードは、オフラインの、ステージ1を使って、軽くエアレーダーを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。あれからですね、ちょっとやっちゃったんですよね。なんでちょっと武器が手に入ってるんですが、初期装備で一応進みたいと思います。今回は初期装備をあえて装備していきたいと思います。これですね。エアレーダー。空爆誘導兵。航空部隊を地上から誘導することが任務。攻撃目標を指示し、空爆を要請して敵を壊滅させる。迫撃砲、巡航ミサイルなどの発射指示、さらにはビーグルの輸送要請もできる。中級陛下、仲間の支援が主な役割となるため、協力プレイ向けの陛下といえる。ある程度ゲームに慣れてから選択すべき陛下だろう。まさにその通りでしたね、一回やったんですけど。ちょっとソロには抜かないような感じですね。みんなでやるときに、まあみんなをサポートしたり、攻撃の補助をしたりっていう陛下ですね。エアレーダーを選びます。で、武器をちょっと初期装備に戻しますかね。初期段階で持ってるのはこのリムペットガンってやつですね。あとこっちの武器2が、この、こっちか、榴弾砲、砲兵隊ってやつですね。これで、援護爆撃みたいなのが来ます。で、ビーグルは確かギガンテスとか、戦車ですね。よし、OK。ちょっとこれで一面のみ出てですね、操作やなんかを軽く触れていきたいと思います。出撃します。ミッションを選んで。ちょっとまたあり、16まで進んじゃったんですよね。なので、もしフェンサーで、ストーリーモードやっていく際にはですね、ハードに、これ今ノーマルなんですが、1個上のハードにして、ソロで、ストーリーを進めていきたいと思います。今回は最小種1を使っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、エアレーダーはね、なんか、あれですね。結構補助ですね、本当に。仲間のサポート向けですかね。一人で戦えるっちゃ戦えるんですけど、結構きついですね、やっぱり。直接的に攻撃する武器がほとんどないんで。てか、ないに等しいかな。リムペットガンもですね、爆薬を吸着させて、自分の任意のタイミングで爆発させるような武器なので、速攻性がないですね。まあ、一発発射して、付着した瞬間に爆発っていうのもできるんですが、まあ、今からやってみますので、ちょっと見てみます。そのまま放送しています。何かが起こったと。あれは、巨大生物です。まあ、いつも通り、市民が襲われてますね。7年前に絶滅したはずですが、巨大生物は生き残っていた。ここに、あの男がやってくる。エアレーダー。エアレーダーの誕生です。まあ、食われた。あららら。引きずられてましたね。前に紹介したフェンサーとはまたガラリと変わりますね。レンジャーとエアレーダーは結構似てますね。操作感覚はこの二人は似てますかね。ウィングダイバーはまた空飛べるんで、また別の操作になっちゃいますけどね。で、なお持てる武器は三つです。ビーグル枠と、あとは普通の武器が2つですね。そろそろ始まるかな。はい、じゃあよろしくお願いします。やっていきましょう。まず基本の移動はね、この左スティックで、この移動ですね。で、スティックを前か後ろに倒して、L1 を押すと、ジャンプです。これちなみにこれね、横でやると、ローリングになります。ここはちょっと難しいですね。後ろにはローリングできずに、斜め後ろにはローリングできます。結構距離があるので、実はこう走っていくより、これで転がっていった方が早いんじゃないかといつも思いますね。いつも思うんですが。で、武器のチェンジは R2 です。これですね。
まあ、メイン武器はリムペットガンですね、最初は。で、R1 で射撃ですね。このリムペットはですね、地面とか、こう、障害物とかですね、車とか、ビールとか。人にもくっつくんだ。人にもくっつきますね。あと、私が養成するビーグル、乗り物にもくっつきます。適当にくっつけて、で、R、ん ?L2 で爆発です。いきますよ。ボン。で、爆発した瞬間からリロードが始まります。なので、こうですね、一発撃って爆発させるともうリロードになっちゃうんですね。なので、これはですね、結構臨機応変にですね、爆発と、全部くっつけるかくっつけないかを使い分けていった方がいい武器ですね。あと、爆風があるので、仲間の近くでやっちゃうと結構食らいます。誤爆してしまいますので、ご注意ください。一匹につけて、こう、群れの中でボーンとかやると、その周りの敵も巻き込むことができるので、結構ですね、頭脳派の職業ですね、センサーは。センサーじゃねえ。センサーじゃないですね。エアレーダーですね、すいません。まあ、アイテム回収は楽ですね。このローリングがありますんで。ジャンプもあるし。ピョーン。まあ、体力は低めになっております。低めってか普通かな ?300 ですかね。初期段階271通じゃなかったかな。まあ、レンジャーと似たようなもんですね。リムペットはですね、距離は結構遠くまで行きます、ね、で結構まっすぐ飛びます。じゃあ次の武器紹介しましょう。次。これ支援砲、支援爆撃みたいな、支援攻撃を呼ぶ、スモークをたけるんですが、これがですね、属性がありまして、押しっぱなしでですね、投げる距離が決まるんですね。なので、投げる距離あらかじめ決めておかないと、押しっぱなしにずっとしてると、どんどん遠くに投げてしまうんで、ここも結構慣れが必要ですね。逆にすぐ離しちゃうとそこら辺にポトって落ちるだけなんで。いきますよ。この辺かな。まあ、スモーク焚かれたと思うんですが、そうするとね、こう、危ない範囲が、こう赤で出ますんで、この外に出ておかないと自分も食らいます。いましたね。危ない危ない。結構ね、派手ですね。すごいんですよね。一般市民ももろともやってしまいましたね。まあ、無敵ですからね、彼らは。気にしないでいきましょう。で、このリロードはどうなってるかっていうと、これはですね、一定時間戦ってですね、貢献しなきゃいけないですね。貢献ポイントみたいなのを稼がないと、ゲージ増えていきません。格闘ゲームでいうとこのスーパーコンボゲージみたいな感じですね。攻撃すると増えたりする。あれですね。で次は、じゃあ、これで、はい、仲間が戦ってくれても確か増えたような気がしますね。次はじゃあ乗り物を呼んでみましょう。こんな感じで、ね、その間リムペットで戦ってきました。あら、おっ、いっ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 、ボンボンボン。お、来ましたね、デリバリーサービス。これ結構跳ねるんですよ、このコンテナがね。重量どうなってんだって感じですね。はい、来ました、ギガンです。来ましたんで、乗りたいと思いますが、こいつを倒すか乗りましょう。この青いサークルですね、ここに入ってセレクトボタンを押すと乗れます。操作は結構難しいですね、ビーグルは。慣れが必要ですか。でもアイテム回収はですね、キャラクター分の当たり判定しかね、ないので、横かすめるだけで取れないですね、このように。ここはちょっと不便なんですが、ちゃんとキャラクターが乗ってるところ上を通らなきゃ取れないです。で、黄色いですね、あ、違う、400って書いてあるのは確かギガンテスの、この戦車のアーマーですね。まあ、今回はアイテムは適当に取っときます。397っていうのがエアレーダーの体力で、ぶっ壊れると勝手に外に放り出されますんで、まあ乗りっぱなしでも大丈夫ですね。そこから離れれば爆風に巻き込まれないような。結構この
攻撃がですね、ちゃんと山なりに行くんで、射角を上げてあげると遠くまで行きますね。で、爆風で吹っ飛ばすような感じですかね。なんで別にこれ止まってここから撃ってても別にいいんですよね。だって。ファイヤー。てい、てい。こんな感じでね。こんな感じで。まあ、結構ビルもぶっ壊れますけどね。よいしょ。進みますか。進みながらもまあもちろん撃てますんでね。で、砲塔とですね、下の本体ですね。これが別々の動きをしますんで、これ慣れが必要ですね。最近結構慣れてきた、つもりなんですよね。まだまだですね。よいしょ。ま、結構弾はいっぱいあるので、おぉ、EDF。おぉ、すごい、飛び乗った。これ一応ね、戦車の上に飛び乗ることはできるんですが、走り出すと落とされます。ちゃんと。あれ。結構バックがむずいんですよね。バックが。はい、壊れた。今のは爆撃で、あ、じゃない、爆風で壊れましたね。ビルペットはですね、こうやって地雷的な扱いもできるんで。あれ、OK。今ちょっとアリが突撃してきたのが、ちょっと計算外だったんですけど、地面につけたり、横につけたりすると結構ですね、結界のように立ち回りますね。で、あそこにおびき寄せればまとめて結構倒せるんですね、ビルペットは。なので、レーダーも結構よく見てないといけない。よいしょ。まあ、意外とリムベッドガンですね、威力実は高いんですよ、爆弾なのに。大体落っこちてくるな、あそこに。よし、来た。はい、外した。外しちゃったんで。アリンコがですね、意外と、あれなんですよね。ちょっと、予想外の展開ですね。スカイプがかかってきちゃいました。こんばんは。こんばんは、ウィンドライバー。実は今、この動画を撮って説明してる土地なんだよね。そうなんです。まあ、話しながら途中からやりますんで聞いててください。なぜか。動画っていつものあれですか？いや、YouTube の方ですね。ああ。二段目です。第二段。今、レアレーダーの説明をしてますんで。ほうほう。はい。しばらく敬語でやります。じゃあ僕は何か高音等なことを誘発させるようなことを言います。はい。お願いします。まあこのハプニングがあったんですが、やっていきましょう。で、今戦ってたんで、結構ですね、この砲撃のゲージ増えましたね。ギガンテスも一緒です。戦って倒したりすると、敵倒したりすると増えます。起きた。あれ？あ、死体か。アリンちゃんはここら辺にいるかな。まだですね、溜まってないですね、まだ。このステージはあんま溜まらないですかね。ここにいた。ちょっと。おぉ、起こしてきた。あと2匹ですね。うろちょろうろちょろしますね。あと1匹ですね。
なかなかですね。うろちょろしますね。大変だ。と、まあ、こんな具合で、レアレーダーっていうのは癖のある職業で、サポート向きですね。近いからはオンラインプレイとかですね。そうですね。この声の主とオンラインプレイをやってるところでも撮りますかね。ではまたよろしくお願いします。さようなら。